富永ボンドのラジオボンドバ。こんばんは。ボンドを使って絵を描く画家の富永ボンドです。先週に引き続きゲストは就労継続支援 B 型事業所ジーニアスを運営する株式会社スミナス代表取締役西村文子さんです。よろしくお願いします。お願いします。今週は実際にジーニアスに所属されてあるアーティストさんの作品、はい、持ってきてくださってますんで、はい、こちらをご紹介していきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、楽しみにしてます。皆さんよろしくお願いします。この番組は富永ボンドの作家活動テーマつなぐ作るに基づき、さまざまな分野の話題をボンドでつなぐトーク番組です。せーの、アートに失敗はない。富永ボンドのラジオボンドバ。ジーニアスからたくさんのアートが生まれているそうなんですが、今日お持ちいただいております、はい、ね、サイズも色彩も、まあ、描き方も作り方も様々なんですがですね、はい、まずこちらの作品、はい、どれぐらいの大きさですかね。 A3 サイズよりも少し大きいぐらいのサイズなんですけど。そうですね、うんうん、色とりどりで綺麗ですね。はい、そうですね。あれは本当あの最初食べっ子動物を描くって言って始まった。あのビスケお菓子の。そうです、確かにそんな感じしますね。そうですね。でこれを描いてた方は実際に絵を描いてた方ではないんですよ、ジーニアスに出会うまでは。あ、そうなんですか。どちらかというと詩とか短歌を描いて、あの佐賀新聞社さんとか、はいはい、そういうところに送ってた方なんですよね。はい、で、ジーニアスに来てから絵を描くようになったんですけど、音楽とか読書とかすごい大好きで、で彼のポップな世界観っていうのが出てるんですけど、めっちゃ一生懸命食べっ子動物を描いてて、タイトルどうしよっかって聞いたら八百万って八百万違うんかいと思ってツッコミが入るとこですけどね。いやーね、細かく描かれてあるし、赤ピンク青黄色緑、はい、ですかね、の食べっ子動物みたいな形がびっしりとキャンバスに描かれているんですが、はい、黒の線で縁取られてますね。はい、そうですね。これはマジックですかね。マジックですね。これそうです、ポスカで描いてあります。ポスカで、はい、で一つ一つの形の中に白いなんか米粒みたいなのが1個あったり2個あったりするんでしょう、はい、目みたいなものなんですかね。目だと思います。見ててすごい飽きない楽しい絵だなって思いましたですね。このアーティストはあの他にもこのシリーズでたくさん描いてて、そのうちの一つが、今年の10月1日からあの県内の書店とか、はい、コンビニとかで販売されてる佐賀県民手帳に採用されている作品でもあります。おお、すごいですね。はい、なんていう作家さんですか。川波進さんです。川波進さん、はいはい、そしてもう一つ、はい、同じぐらいの大きさで、はい、鹿ですかね、動物がたくさん描かれている作品がございます。はい、森の中を描いた作品なんですけども、はい、彼はですね動物がすごく好きで、あの動物をあの主に描いている作家さんなんですけども、はい、あの彼の特徴は何だろう、その動物の一瞬の仕草みたいなのを描けるところですね。もう一つは彼独特の色使い、色使いすごいですね。鹿の角黄緑じゃねえだろうと、ね、思うけども、それが当たり前かのように佇んでいて、で心地よいというかですね、決して気持ち悪くない独特の、センスというものが伺えますね。かっこいいですね。はい、これもね結構書き込まれてあるんですよ。真ん中にね大きい鹿がドーンっていて、ちっちゃい狐と、モモンガかな、あれ、あと蛇と猿とウサギとリスと、あとキノコが生えてますね。ちっちゃい、あのちっちゃいキノコめっちゃ可愛いですね。そうなんですよ、青いキノコが生えてるんですけど。そうなんですよ、それもなんか彼の作品の特徴で、
一枚の作品の中に一つ一つのキャラクターがそもそもそれだけで成立してるみたいなことがめちゃめちゃ面白いところかなと思います。そうですね、はい、いや独特な作風やと思いますね、はい、これもね、ですね、こちらはなんか絵の具じゃないですね、はい、そうですね、これは、布作品なんですけども、はい、地域の方からいただいた古着フル布、もうそれこそデニムですね、デニムですね、ジーパンを、切ってそれをくるくるくるって丸めて固めたやつを一回こういう風な、金太郎飴みたいな感じで、はいはいはい、あの筒状にして、ええはい、それをカッターで切ったものっていうのを配置している部分と、お花みたいにくるくるくるって巻いてそれをまたデニムでくるくるくる、お花の部分は黄色と赤と青、で、散りばめられてあるのはこれは実はチューリップを表現していて、チューリップなんですね、はい、でくるくるくるって巻いてる部分は水車を表現していて、これはオランダっていう作品なんですよね、はい、はいはい、この布の作品いいですね、今立ててあるんですけど、はい、さっき言ったそのチューリップみたいなのが下の方にしかないですよね、うんはい、なんか上から落ちてきて重なっていってるのかなっていう、こうちょっとなんかね重力みたいなものも感じるし、なるほど、チューリップねはみ出してるやつもあるんですよ長くてそうそうなんかで、ね、そんなも面白いなって、一個一個のマスのデザインも違うしですね、うんですね、これ作ったアーティストさんって実はその若い頃はパチンコ台の釘師、はい、をされていたりとか、なるほど、ラーメン屋を経営されていたりとか、ラーメン屋の店主ですね、はいはい、されていた方で、今は66歳になられるんですけども、とても誠実で実直な性格で、そういう丁寧さみたいなものが作品から伺える、またこういった作品を独自ブランドにして商品化している、はい、ものもあるそうですね、はい、うん、そうですね、FA って書いてファーっていうブランドなんですけども、はい、そもそもなんだろう、僕らは就労継続支援 B 型事業所で、そこで例えばそのアート作品を T シャツにして販売してます、それでもいいかもしれないんですけども、それだとどうしてもその、ありがたいんですが、その義理でお情けでというかですね、障害がある人が頑張って書いたんだね、買っていくよって言って、買ってくださるのって嬉しいんですけど、だけど本当にデザイン性とかその作品の良さみたいなところに価値を感じて買っていただきたいなと思ったので、障害とか福祉とかを表に出さないブランドとしてファーというブランドをオンラインショップやそのポップアップなどをしながら販売しております。素晴らしいです。いやもうそれ本当もうなんかもうゾワゾワしますよね。いや多いんですよ本当そういう風に買う人も多いんですよ正直、なんか僕違和感感じたやつねそれ、ですね。なのでその実はそのファーっていうブランドはジーニアスの外にあるブランドなんですよ。あ外に外部のデザイナーさんをディレクターとデザイナーとしてお呼びして、ファーというチームを組んで、今日ちょっと手元に手ぬぐい持ってきてるんですけども、これは実は原画とは全く異なるデザインで、ああ可愛いですね、はい、ヘビを配置した手ぬぐい、ショッキングピンクの手ぬぐい、で 白地の手ぬぐいに蛍光の黄緑でチーターを配置した手ぬぐい、ああ可愛いですね、はい、うんうんうん、こういうものだったりとか、はいはい、アートを使う、アートと暮らすっていうことをコンセプトに、あのアパレルではなく暮らしの中で使うものとして、作品をデザイン素材と使用した、プロダクトを販売しております、うん、はい、アートも身近に感じられていいですよね、はい、実用性があるとですね、はい、アーティスト活動されている利用者さん、利用者さんというか作家さんたちはどんな感想がありますご本人たちからは。そうですね、こういうものになって売れたっていう風になった時、いや喜んでますね、一つはまず自分の描いたものが作品になるっていうことで一つまず自信になると思うんですけど、それがデザインの素材として使用された、例えば T シャツないしはその手ぬぐいとかクッションとかそういうものが、できた時になんか感動とまたもう一つの自信とってなると思うんですよね。でそれが実際に可愛いって言って買っていってもらった時ってすごい嬉しいと思うんですよ。でそうやって実際に自信がついていった、アーティストたちが僕はいつも毎日こう、目にして、いるんですけども、変化がすごく面白くって、例えばそのある一人の例で言うと、コロナ以前からその人間不信というか、人に対する距離がすごくて黒のマスクがコロナ以前もう10年以上前から外れない方が、
コロナ禍において自信がついてきて逆にマスク外れるみたいなことが起きているのが自信の表れなのかなと思ってすごく喜ばしいなと思っております。いいですよねやっぱり作品作ることも売ることも。そうですね。ただ僕一つ思うんですけど、はい、素晴らしい反応ばかりじゃないというかお客様方からの世に出るっていうことは、うん、やっぱり批判的な意見を受けるっていうことも可能性としてはあるわけで、はい、例えばその展示してった時に、うん、ああいいねっていう人もあれば、うん、逆になんやこの絵みたいな僕もあるんですよ、うんうん、なんやこの絵みたいな、うん、俺でも描けるわとか、うんうん、あと気持ち悪いとか、うん、なんかそういう風なお声があった時の対処っていうか、まあ、まだないですかね。そうですね実際に会ってはいないんですけども、うん、別にその声ってアーティストに届ける必要はないかなと思ってて、うんね、収益をその生んだりとかそういう部分に関しては僕が担当しているので、うん、アーティストのアート作品に関してのそういうなんていうんですか悪評、うん、に関しては、聞いて変な言い方ですけど流すというか、うんうん、僕らは別に万人に喜ばれようと思ってやってないというそうなんいや絶対いなくならないですよね、はい、アンチっていうのはね、うん、で展示してたら展示会場にいらっしゃったら作家さんが、はい、なんか嫌でも聞こえてくる時があるんじゃないのかなと前聞いたことあるんですよそういう話を。あそうなんですね。なんか気持ち悪いよねこれって言ってるのを作家さんが聞いちゃってとか、うんうんうん、だから世に出すっていうことはそういうことやから、うん、あんまり出したくないっていう事業者さんの話も聞いたことがあって、難しいところですよねだからね。そうですよね、まあ、もしそうなったとしてもその面談でやっぱり僕の思いを伝えて、うん、そりゃ人間いろいろいるからそうそうそう好き嫌いはあるからですね。そうですね、うん、ピーマン嫌だって言ってるのと一緒だよっていうふうなことを話すかなと思います。まあそうですよね、はい、素晴らしいです、ホームページもポップでおしゃれなんですよね。ありがとうございます。はい、お問い合わせ先や検索方法をご案内ください。はい、ウェブサイトに関してはちょっと言いにくいんですけどもfafafa.jp FA が3つでfafafa.jp で検索していただけます。最後にジーニアスをこれからどんな風に発展させていきたいと思ってますか？そうですね、自分の土俵で戦えるアーティストが自分の土俵で戦える場を作りたいっていうのがあるので、やっぱりいろんなまだまだジーニアスっていうところがあるんだよっていうのが伝わってない人も多くおられると思いますので、いろんなその特性だったりとかで、お困りの方で僕はアートだったら私はアートだったら力を発揮できるんだっていう方に、もっともっと届いていろんなアーティストが自分の人生を豊かにしていけるようになっていったらいいなと思っていて、そのためにも僕はさまざまな展示だったりとかもっと、いろんな形での収益化の仕組みっていうのを作って彼らがアーティストとして、お給料ですね工賃がたくさんもらえるような事業所になっていけるといいなというふうに思っております。はい、応援してます。はい、よろしくお願いします、うん、いつか一緒になんかねできたらいいですね。はい、2週にわたりお届けしました。ゲストは株式会社スミナス代表取締役の西村文彦さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。アートに失敗はない。ナビゲーターは木工用ボンドで絵を描く画家富永ボンドでした。